真瀬道ミチゾ像、三ナセ・文禄3年1月4日は、戦国時代から安土桃山時代の日本の医師。道チゾは5、意味川正盛、字は一慶、他に江戸餅臭い、緑竹庵、慶敵庵など。本生は、元は、源の阿尊、後、立花阿孫。今、王子江の祖。日本医学中高の祖として、田代三期。 長田徳豪などと並んで、異性と称される。養子に、真ナセ原作があり、後に二代目、道蔵を襲名している。父は、大海源氏佐々木氏所流の堀部佐平を山、ま、母は、駄菓子。道蔵が誕生した翌日に、父と母が、相次いで死去した。なお、大海栗田軍師によれば、道蔵は、大海国栗本郡勝部村の佐々木氏一族勝部氏の一門の出とされ、 母は、メガタ摂津守子清の娘、イミナオショウ京都市、符母子別号場に育てられたと伝えられている。幼少時、森山の大公寺内吉上院にて学んだ。英章13年、五三文学の中心である京都の小国寺に入って、活職となり、四文野書を学ぶ。この頃、生を学せとする。京六元年、関東へ下って、足利学校に学ぶ。 ここで医学に興味を抱いたと言われる。名医として知られた、田代三季斎と佐野の赤身で出会い医学を志す。なおや内図で面会したというのは根拠のない俗説で、佐野氏赤身が正しい。入門して、理主医学を治める。なお理主医学とは便宜的造語で、東流医学が実情に即した実際の学派名である。登流は未知が作り出したとする説があるが、 これは、明らかな誤りで、田代三期から送電されたものである。天文十五年、再び京都へ登ると、現続して異業に専念。将軍、足利義藤を診察し、その後の京都政界を左右した、細川春元三好長慶などの武将にも診療を行い、松永久秀には、正義指南書である、高祖美論を伝授するなどして、名声を高め、京都に、 経敵院と称する医学校を創建した。それまでの関連的な治療方法を改め、同村流移動を完成させ、実証的な臨床医学の端緒を開き、四地の方を生み出した。A63 年10月、道蔵は初めて皇室に参使し、大木町天皇の脈を取っている。以後皇室の医療にも従事することになる。A65 年、幕府の芸、雲和平朝廷に加担して、 毛利氏に対する諸薬場の早期履行を促すために中国地方に下校し、その後も毛利元成の疾病治療のため何度か下校することになり、同産流医術を中国地方に伝える契機となる。A69 年、出雲合算戸田城の天子義久を攻めていた毛利元成が在陣中に病を得た際に、これを診療し、雲陣屋はお知るす。 A69 年から a 6十2年にかけて、畠山義綱と道造の交流が確認される。この移動大義総伝を基礎とする交流の背景には、のと畠山氏の歴代当主が文化を尊び、移動に深い関心を持っていたことと、技巧が中部の治療を希望していたことが挙げられる。経敵州の天生10年社本天生2年には、経敵州を表し、 同年に、大木町天皇に配越を許され、診療を行い、道書を検した。大木町天皇は、そう、削減終了に命じて、序文を作らせている。この際に、緑武院の豪を賜る。織田信長が上落後は、信長の診察も行い、名号、乱者町を貸しされた。天正十六年七月十二日。 京都に到着した、毛利照本が道蔵の屋敷で教を受け、照本から道蔵に衆議として、銀ス百枚、妻の解析にも、銀ス三十枚が使わされている。しかも、照本の糸まごいにあたっては、が、銀ス二十枚、妻の解析が、銀ス十枚を送られており、破格の新物であった。著書は、警的衆以外にも、薬性能毒、百原図説。 聖神集、死難神宮州、弁償廃材等、高祖明論、雲神山など、数多く、数百人の門人に技術を教え、名医として諸国にその名を知られた。天正十二年、文語国府内で、イエズス会宣教師オルガンティノを診察したことが、きっかけで、キリスト教に入信し、宣令を受ける。天正二十年には、御用税天皇から、 立花生と混王子の野豪を賜る。文禄3年1月4日に没した。葬儀の際には、平ら像だけで20名が度胸し、六音院の院順も、血縁のため参列していた。去年は88歳であった、門人で孫娘婿の正純、門人で正純未亡人と再婚した原友、門人で原作の娘をめとった、少林などの系列があった。 その後も、代々官位として続き、今、王子家は、中良家と共に、幕府奥石筆頭の転役頭を接収した。日本で本格的な神工事の製材と処方は、戦国時代で他の本像と共に関跡を参考にして、道造独自の知見結果を拠り所ころとし、新たに実証的に生鮮されたもので、在来のそれとの関わりは認められない。しかも、 同産流医術の普及により広く実地医療に役立つ、神工事の処方を用例は、東大医療を代表とする特色のある、新技術として評価される。ありがとうございます。